ああ、すごかったわね、4のカップが続いちゃって、まあ。いや、私ちょっとこの間ね、事務所に荷物が届いてますと、それで、初めて自分の所属事務所、ライジングプロダクション、敷居またいで、ああ、緊張したわよ。入った瞬間、ダパンプの T シャツがバー置いてあってさ、なんか多分販売するんだろうね、これから。バーって。ふわって思って。そしたら、デイジーさん届いてますよって。温めてプリンデイジーへって。静岡の方からね、いろいろ入ってて、うなぎパイとか。その中に1個、このなんかわかんないけど、バームクーヘンが入ってたのよ。美味しいやつで、ね。これ知ってるの？私知らなかっ私たんだ大け好ど。き、慈一郎のバームクーヘン。あ、そう本当なに美の？味しい。浜松市の東区で作ってるのね。そうなんだ、静静岡岡なん県。だ。知らなかった、それええ。は。慈一郎美味しいよ。いや、私ほらあんまおバウムクーヘンそんなに食べないので、どっちかっていうとほら私こうクリームが乗ってる方のケーキばっか買っちゃうから。じゃあ大層なものをいただいてしまったのね、私。すごく人気のお菓子ですよ。で、持ったら重いから意外と。そう。これはちょっと一人じゃね。すいません、ビリビリいっちゃった。そういうタイプに合いますね。5番なんで。あ、ごめんなさい。あら、箱にもちゃんと書いてあるわよ。お箱にもちゃんと書いてありますわ。ちいちろねえ、じゃあ開けますわよ。初めてです、私多分。てん。ちょっとこんなのいただいちゃっていいすの？うごーい。わー。これ、どういうこと？こういうこと？すごい立わ派。ー、重っ。バームクーヘンってこんな重いの？じいちろうさんのバームクーヘンは、多分食べたことある方多いと思うんですけど、すっごくしっとりしてて、パサつきゼロっていうぐらい、もうすごくしっとりして美味しいの。本当だ、ケーキのようなそふんわり感を実現した。う。もう、なんかちょっとしっとりもっちりした感じのバームクーヘン。これちょっといい値段するんじゃないの？まだ卵何個使ってんの？すごい重いよ、だって。ね、ぜひ応援いただいている皆さんありがとうございます。ありが私とがう言うごのはざやいやおまかしいですが、す。ありがとうございます。いえいえ、でもこのチャンネルもきっと見てくれてると思う。あ、チャンネルね。とこの番組もね、見てくれてると思うんでね。ありがとうございます。本当ありがたいわ。じゃあこれはいただく？いただいていいかしら？ じゃあ包丁と。ちょっと。もう見た目だけでシャックリしちゃった。本当にこれ、あれをキャベツとかより重いよ。すごく切れ味のいい包丁なので、ちょっとご注意いただいて。レタスとかキャベツより重重いんですけど、本当重くない？いわ。いつもはなんか一口二口で食べれるあ、くらピーいのスこでれ売っぐてらるいの、の？4つ入りのがあって、じゃあホールは身分ホもール初はめて。私も初めましてかも。いくよ。お願いします。わあ、綺麗。すごい。これ車のタイヤじゃん、もう。すごいわ、いいね。匂い。これはすご卵とバターのい。いい匂じいちろう。い。ちゃんじいとちロゴろう。が。入ってます。わあ。これも、ちあ、下も？ょっと。下もお靴、おむつ。うわ、すごいね、これ。バームクーヘン今持っておいた瞬間、バレーボール並みにドドンってはん、あの、だ、何、弾んすだよ。ごい。うわ。ああ、側面もすごいね。なんか砂糖のコーティングみたいになってついてる。るね。ではどうぞ。まあ、ちょっと。やっぱりホールから切るって縁起いいからね。さっきその話はね、してたね。そう。ああ。
これはこの包丁の通り重厚な通り具合はバームクーヘンじゃないです。あのパウンドケーキみたいです。わあすごい。すごい。あのこれさ、あナイフナイフナイフ待ってみんなわかるかな、これ画面越しに。これさ一層一層見て、これピント合ってんの。これどの層も全部潤ってるよ、このバームクーヘンの層が。すごいんだけど。いやーすごいね。初めて食べるからさ、うんうん、ちょっと感動がよく分かってないんですけど、ごめんね、うん、あ大丈夫これね、うん、大丈夫大丈夫。なんかあなんで包丁の匂い、包丁持った手の匂い嗅いだんだらしい。側面が切り目がバカじゃないすごいよ、こんなに重厚なバームクーヘンを切ったから、はい、包丁もいい匂いするんじゃないかって錯覚を起こすぐらいすごくなんか、うわー、私もあやかってしまって。いやぜひ2つの脳みそでね、2つの舌で味わってね、はい、感想言った方がきっとファンの方も ね、ありがとうございます。いただきます。でもその方のノコデチチャンネルの方も、うんうん、ノコッチもすごく、ノコッチが静岡出身だからね、好きというかね、ありがとうね、のこっちもね、ありがとうって言っといてくれやっつって言ってた、言ってました、はい、じゃあいただきますか。すごいこれカステラっていうか、なんかなんだろう、バームクーヘンっぽくないねこれ。せーの、はい、なんかお口の中で赤ちゃんがねニコニコしてる感じわかる、ポクポクの赤ちゃんがニコニコ笑ってる感じよ。おいしい、おいしい。これすごい丁寧に焼いてるんじゃないの、だってこ焦げてないのになんでこんなに火通ってるよね。もちろんね、本当に美味しいよね、ジイチローのバームクーヘン。ありがとうございます、この美味しいもの。バームクーヘンってどうやって作ってんだろう、これ一層一層やっていくのかな。あ、作り方知らない、知らない。こういう、うん、棒に、うん、棒を寝かせたオーブンがあって、うん、でぐるぐる回転してるの、そこにこうやって液体のこの生地をかけてずっとぐる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 巻きながら。すごい、で生地が焼けたところにまた生地かけてぐる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 。じゃあ薄くそうになったホットケーキみたいな感じだね。あ、そうそうだよ、そうだよ。でもこんだけしっとりしてるの私はジイチローさん以外ないんですよ、食べたことが。バームクーヘンそんな食べない人なんですけど、うん、これはとても美味しい。本当にうちの母もそうよ、バームクーヘンあんまり食べないの、やっぱ水分持ってかれるのがね、年齢を重ねてくるとあまり好きじゃないのか。でもここのはね喜んで食べる。このカステラのさ一番上のさ潤ってる表面の層あるじゃん、うんうんうん、あそこばっかずっと食べてるみたい。おいしい、これはおいしい。のこっちの代わりに美味しくいただきます。これはもう妹とかお母さんにもあげよう。そうだよそうだよ。いや最初私持ってくる時すごく重いから、うん、なんかあの陶器に入れられてるのかなと思ったのよ、うんうんうん、ケーキだけのこの重さなんだね。そうだよ、これはもう姪っ子たちとも食べないと大喜びよきっと。だって記念すべきしないよね、うん、だってデイジーが芸人活動を始めて。
ほんとよね。よ、他にもいろいろ入ってたよ。なんかうなぎパイのちょっと質がいいやつとか。うなぎパイも種類いっぱいあるもんね、うん、あれを。あと掛川茶とかね。掛川茶、静岡は有名なやつ。掛川、うんうん、もう掛川茶ってさ、茶柱しか入ってないんじゃないかぐらい棒のお茶で。これもう一個振ってなかった。あ、こちらでございます。しかもこれちょっとさ、これに入ってたけどこのまま箱に戻したら、ラップした方がいいんじゃないかこれ。アイラップがある。あ、ほんと。うんうんうん、まあ私よりも丁寧に扱われてねえ、私のお洋服よりも。これ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 、うん、ねえ、お笑いライブに出てたら私よりも丁寧に扱われてます。いやーすごい、いいものを私はお勧めしてた。ジイチローって何、あの大丸とかそういうところで売ってる感じ。結構いろんなところに入ってるよ今。品川駅もねスポットで入ってる、うん、初めて。このキャラメルも売ってるのね今ね。うん、あのガトーショコラ、こういうちっちゃいやつもね、うん、すっごく美味しいの。ほんと。あとプリンも美味しいの。あ、この焼き、このバームクーヘン作れるならプリンも相当うまそうだね。プリンも美味しい。すごいね。ペロッと食べちゃったね。うん、美味しかったです。あの、なんか飲み物挟みたくないぐらい美味しい。うん、もったいない。この味でいっぱいにしたい。まあ、まあ、あれかしら、このタロットカードに合わせて層にしてくれたのかな。そうだとしたらすごくセンスのいい。すごいよね。ね、またまたまかの。ちょうどね、先ほど4月の運気読みを収録を終えて、うんうん、私たち人生で言ったら今何層目かしらね。ちょうど真ん中ぐらいまで来たかしら。そうね、やや真ん中らへん。わあすごい、なんかこういうさ、うん、人の嬉しい瞬間に一緒にいれるの嬉しいよね。そうだからこれね、一人で食べたらねもったいないと思って、うん、そう、私おかしいなと思ったの、うん、私たちの収録の日っていつもケーキ食べるじゃないですか。うん、今日ケーキ屋さん行ったけど買わなくていいって言うから、うん、あ、そうなんだと思って。そういうことね。そうなのよ、うん、この重さをずっと持ってたので、うんうん、何が入ってるかなみたいな。いやでも本当に白いなんかココットみたいな容器の中に入ってるのかと思ったのよ、うんうんうん、この重さだから、うんうんうん、重いね、すごい重量感。そうよ、うん、ありがとうございます。静岡の方ね、我がことのように嬉しいです本当に。うん、ちょっとこれはあのこの箱終わったらなんかハンカチとか箱をね綺麗に取っといてね、うん、ね、入れようかね。うんうんうん、いや、ごちそうさまです。あのまだちゃんと美味しくいただきますけど。いや、ちょっとこの後夏見るの楽しみだね。そうだね、ちょっとこの後一回5月は置いておいて。そうね、やっぱり夏の準備を早くしてほしいから、ちょっと早めに撮っておいてね。この後6、7、8の収録をしようと思います。はい、うん、じゃあまたその配信も楽しみにお待ちいただけたらと。うん、あとあの全然
私ライジングアップっていう事務所なので、あの贈り物を送りたい方送ってください。なんかさ、そう、それこそコメントじゃなくてさ、お手紙でさいただいて、それをここでさ、うん、なんかデイジーに読んでもらうとかも面白そう。もちろんです、あの事務所に、ね、うん、あの送っていただいたら全然対応するんで、うん、なんかね、うん、ぜひ、はい、いつでもお待ちしてます、すごい、 YouTube 始めて4年目にしてこんなこともあるのね、すごい、ありがとうございます。では夏の運気読みも楽しみに、うん、はい、お待ちください、ありがとうございます、ありがとう。